フェリペ・四世、フェリペ・四世、フェリペ・四世は、スペイン、ナポリシチェリアの王、ポルトガルの王。ポルトガル王としては、フィリペ・三世、フェリペ・三世と、王妃、マルガリータの息子。若年で即位したこともあって、その知性の前半は、国政のほとんど、長身オリバーレス公白尺に一任していた。ただし残された、公文書を見ると、1630年代以降は、 オリバーレス紅白尺の言うがままというわけでもなかったようである。1643年にオリバーレス紅白尺を更迭した後は、その老い、ルイス・メンデスであろう首席大臣に起用した。フェリペ4世の知性のスペインは、なお、ヨーロッパの強国としての地位を保ってはいたし、文化面でも、絵画のディエゴ・ベラスケス、フランシスコ・デスルバラン、アロンゾ、カーノ、 バルトロメエステバン・ムリーリョ、ホセデ・リベーラ、あるいは、スペイン領ネーデルラントの宮廷に仕えた、ルーベンスラ、文芸では、ロペデベガ、ペドロ・カルデロンデラ、バルカ、ゴンゴラ、フランシスコ・デ・ケベドラ、他国を圧する才能を排出していた。しかし、統治体制に、中世の封建制の残死を色濃く残したままであった、スペインは、 国民国家の形成という点で後進国であった。はずのイングランドやオランダ、あるいは、フランスに決定的に遅れを取ることになる。結果として、ポルトガルやオランダは、独立し、カタルーニャは、大反乱を起こし、フランススペイン戦争を終結させたピレネー条約で、ルシオン地方などをフランスに割譲する羽目になるなど、フェリペ4世の知性は、スペインの衰退が、 決定的となった時期にも重なった。政治家としては見るべき功績を残さなかった人物で、あるが、性格は至って善良で、カスティーリャ国民には愛された。乗馬や射撃の名手であり、ベラスケスやルーベンスを保護して、傑作を数多く描かせ、東大随一の目利きとして、ヨーロッパ最高の美術コレクションの築き、後のプラド美術館の礎とした。 イサベル王妃は1644年に死去した。フェリペ4世は妹、マリアンナ王女がオーストリアハプスブルク家のフェルディナント3世につぐ際に出発をずるずると遅らせたほど妹を溺愛していたという。その妹が産んだマリアナは息子、バルタサール・カルロスの婚約者であったが彼が創生したためその父フェリペ4世の2番目の妻となった。 故に、おじと姪の結婚になる。オーストリアとスペインの両ハプスブルク家は広大な、領土を守るために、血族結婚を繰り返しており、フェリペ4世の子供たちのほとんどが幼くして、溶接している。特に時代のカルロス2世は生まれつき病弱で、スペインハプスブルク長が断絶することとなった。また、女優のマリア・カルデロンとの間に、不安補正でアウストリアがいる。 他にも書士が数名いる。ありがとうございます。